はい、どうも皆さんこんにちは、ポールです。突然ですが、皆さんはファミレス行った時に注文するメニューを即決できるタイプですか？僕はね、即決できないタイプなんですよ。なんだったら店員さんを呼ぶベルを押してからもなんやかんや悩んでますからね。そんな優柔不断な私がお送りする個人的今季ベストプログラム10選というテーマで今回はやっていきたいと思います。本格的なシーズンが終わって一段落したこのタイミングでですね、改めて今シーズン自分の記憶に特に残っているプログラムをいくつかピックアップしてみたんですけれども、そもそもですね、今シーズンはオリンピックシーズンなわけでして、これまでの4年間やもっと言えば競技生活の集大成となるような自身の最高傑作を持ってきたんだろうなっていうようなプログラムばっかりだったんで、最初案出しの段階でプログラムをいくつか列挙しだしたんですけれども、もうマジで収集つかなくなって泣く泣く厳選する運びとなりました。まあ今回ご紹介するものは基本的にこれまでの過去動画でもみっちり語ってるものも多いので、今回はテンポよくサクッとやっていこうと思います。興味がある人はぜひ再生リストの方から過去動画もチェックしてみてください。今回個人的今期ベストプログラムをご紹介するにあたっての留意点なんですけど、自分は基本的にシングル競技、特に男子シングルばっかりを見てる人なんで、選出プログラムはかなり男子シングルに偏ってます。あとですね、ランキング付けは特にしていないので、その辺もご了承ください。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、それではまあもったいぶらずに一気に見ていきたいところではあるんですけれども、今回ですね、選定にあたってひとまず脳内にパッと浮かんだプログラムをざーっと羅列していきまして、でその中から10個選別したものを個人的今期ベストプログラムというふうにさせていただきました。そちらを紹介する前に候補として挙がっていたものをまあパッとお見せしたいなと思います。こちら。はい、もうなんやかんやこれを今期のベストプログラムとしてご紹介したとしても、もう何ら問題ないんじゃないかっていうぐらいの名作揃いではあるんですけれども、まあ、一応ですね、今回の10選の中からは、まあ、ギリギリ外れたものの候補として挙がっていたものがこちらになります。 Twitter なんかで、まあ、他の人がベストプログラムとして選んでいるものも多いんで、特段説明する必要がないかなと思ったりするんですけれども、まあ、あえて取り上げるとするなら、まあ、佐藤駿選手ですかね。佐藤選手のフリースケーティングのオペラ座の怪人なんかは、まあ、ベストプログラムとして選んでいる人もちょくちょくいらっしゃったんですけれども、個人的にはあえてショートプログラムの方を押させていただきたいと。佐藤選手はかつての日本代表の本田武史さんや村隆人さんなどを彷彿とさせる力強くも繊細な表現力が、まあ、今シーズン特に磨かれたような印象を持ってるんですけれども、まあ、それとですね、力強く激しいバイオリンの音色が特徴的なこの楽曲と、まあ、かなり親和性が高く見えたんですよね。シーズン序盤のアジアンオープントロフィー以降、ノーミスの演技が見れなかったっていうところが、まあ、少し残念なところでして、全日本選手権とかその他のグランプリシリーズなどの大きな国際大会で完成形の演技が見てみたかったなという思いはあります。あともう一つですね、堀安田選手がグランプリシリーズまでに使用していたシンドラーのリストなんですけれども、シンドラーのリストって、まあ、音楽そのものの音色とか美しさを表現しようとするのが、まあ、割とセオリーっぽいじゃないですか。まあ、それとは違って楽曲のバックグラウンドというか、まあ、ストーリーを演じようとしていたのがかつてのロシア代表のリプニツカヤさんとかだと思うんですけど、まあ、今シーズンの堀安田選手は、まあ、どちらかというとそっち寄りなアプローチ強めな印象だったんですよね。まあ、割とその輪郭が見えかけてはいたんですけれども、まあ、いかんせんこの曲を使っていた時ってジャンプがなかなかハマらない時が多かったので、まあ、完成しきれなかったっていうのが、まあ、同じく残念だったんですけれども、まあ、作品としてすごく好きなプログラムだったんで挙げさせてもらいました。それではこの後は個人的今期ベストプログラム10選ということで、テンポよくサクッと見ていきましょう。まず一つ目が羽生結弦選手のフリースケーティング天と地と、いやショートプログラムじゃないんかいっていうようなねツッコミが入りそうなんですけれども、個人的な好みとしてはフリースケーティングの方が好きなんですよね。自分としては4回転アクセルまでのアプローチは、ま、北京オリンピックの時の演技が好きでしたがね、まあとは前半のトリプルアクセルのコンビネーションからのトリプルループあるいはトリプルフリップを、ま、一呼吸で行ってしまったかのような芸術的な流れが好みでした。二つ目が宇野昌磨選手のフリースケーティングボレロ。もともと体力お化けの宇野選手ですら、まあ、後半バテバテになるような超ハードなプログラムだったんですけど、シーズンを重ねるごとに徐々にブラッシュアップしていったところが見れたっていうのは、まあ、非常に楽しかったですね。冒頭鬼門になっていた4回転ループと4回転サルコーがシーズン後半は、まあ、面白いようにハマるようになっていました。まだまだ進化は止まらなさそうです。3
つ目が友野一希選手のフリースケーティングララランド。クライマックスのコレオシーケンスは、もう何だったら今シーズン全体含めてのハイライトみたいなところがありましたがね。最後にあれほどの勢いを持ってくるっていうのは並大抵のことじゃないと思うんですけど、それを毎回難なくこなしてしまうのは、さすが友野選手といった感じです。4つ目がですね、山本草太選手のショートプログラムイエスタデー、特に全日本選手権ではジャンプを全て揃えた完璧な演技で心震えましたね。ステップシーケンスは前半はしっとりと見せつつ、後半は音楽の盛り上がりに合わせて激しさを増していって、ただその間のステップワークっていうのは非常に正確かつ伸びやかで本当に素晴らしかったです。2つ目はネイサン・チェン選手のフリースケーティングロケットマン。以前使用していた時からこのプログラムめちゃくちゃ好きだったんですけれども、これをまたオリンピックでやってくれて本当に嬉しかったですね。中盤の音楽の盛り上がりに合わせた音ハメの4ルッツァーもマジで痺れましたね。3つ目はジェイソン・ブラウン選手のフリースケーティングシンドラーのリスト。言うことなしの芸術作品で、スケートで音楽を奏でるという表現が最も適した演技じゃないかなと個人的には思ってます。この作品の完成形をオリンピックで披露してくれたっていうのはもはや感謝しかないですね。7つ目はアダム・シャオ・ヒムファ選手のショートプログラムスター・ウォーズ。あまりにもステップの密度、滑走距離、身のこなしが完璧を通り越している印象120点のステップシーケンス。あまりにもステップが立体的すぎて、まるで 3D 映画を見てるかのような満足感。多分普段フィギュアスケートを見ていない人におすすめの演技教えてって言われたら、もう今後は間違いなくこの演技進めます。8つ目は樋口若葉選手のフリースケーティングライオンキング。4年前の神プロの007に並ぶか、もうそれをも凌駕するレベルの神プロでしたね。トリプルアクセルをはじめとしたダイナミックなジャンプが、特に今シーズンは安定感がありました。大一番の全日本選手権や北京オリンピックでの演技はもう本当に心にしっかりと刻み込まれました。9つ目は三原舞依選手のショートプログラム I Dream a Dream。 これまでの道のりと曲が相まって、この演技に感動したっていう人めちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。特にスピンの途中ですね、拳を握りしめたところに涙腺を刺激された人結構多かったんじゃないでしょうか。自分もその一人です。最後10個目はアレクサンドラ・トゥルソワ選手のフリースケーティングクルエラ。個人的にはトゥルソワ選手の歴代のプログラムの中でも最もマッチしたプログラムだったんじゃないかなと。あの力強い楽曲を完全に手なずけられるのはトゥルソワ選手しかいないんじゃないかっていうような感じで、諦めずにトライし続けた4種5本の4回転入りのプログラムっていうのは、ものすごい熱い思いで見届けさせてもらいました。というような感じで、なんとか絞って10個選び出しました。動画冒頭にも触れた通りですね、過去動画でももう少し詳しく感想とかをお話ししているものもありますんで、よかったらそちらも合わせて見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回は個人的今季ベストプログラム10選というテーマでやらせていただきました。改めて振り返っても、今シーズン特に名作揃いなプログラムがめちゃくちゃ多かったですね。ちなみに皆さんが思う今季のベストプログラムは何でしたでしょうか。皆さんのご意見感想などをコメント欄にてお待ちしております。このチャンネルではフィギュアスケートに関する動画をいろいろと投稿しております。フィギュアスケートが好きな方はぜひともチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.